はい、6月の6日の午後ですね、日本年金機構の方で、その機構のホームページですよね、そのセキュリティ上の欠陥が見つかったということで、ホームページの閲覧が停止されましたですね。で、復旧作業を急いでいるということですよね。具体的な脆弱性の内容については現時点では明らかにできないというようなことでですね、機構が言っているというような報道がされてましたですね。もともとですね、この直近に、情報流出問題がありましたもんでね、125万件の情報が流出したという問題がありましたので、その専用電話窓口のね、電話番号が記載されてました。で、ところが、それが停止、日本年金機構のホームページが停止されましてね、で、最初は、この電話番号もですね、もう全然見ることができない状態になってましたですね。で、あとは、いろんな届け出手続きですね、こういったものの必要な届け出書の用紙のですね、ダウンロードサービスとか、あるいは年金の受給額を計算できるようなですね、試算ができるような年金ネットというようなですね、そういったものも全く利用ができない、状態ですよね。それで大変国民の皆さんもですね、皆さん年金受給者の、皆さんお困りな方が多いと思います。で、私どもではですね、特に役員報酬最適化を活用した年金復活プランということで、60歳以上の経営者の方向けに、役員報酬の支払い方を変えることで、老齢厚生年金を受けていただくといったコンサルティングをしてますもので。過去の年金加入記録等ですね、これを社長様方に代わってですね、私どもで確認するために委任状というのをいただいているんですね。その委任状の様式というのは特に定めはないんですけれども、たまたま日本年金機構のホームページからダウンロードいただける用紙がですね、非常に便利なもので、もともとそれをご利用いただくことをですね、お勧めをしていたんですね。ところが、この現在、日本年金機構の、ホームページが閲覧できなくなっているということで、この委任状の用紙もね、日本年金機構のホームページからダウンロードできなくなっていますね。で、復旧の予定日もですね、明らかにされてないようですから、これはちょっとお困りな方もいらっしゃるだろうと思ってですね、委任状の用紙ですね、それから記載例、年金復活プランをご利用いただく際の記載例をですね、私どものホームページ、に、からダウンロードいただけるように、しておりますので、ご利用いただければと思います。特に決算期との関係でですね、すぐに、もうあまり余裕がなくてですね、すぐにお申し込みをされたいのに委任状用紙がお持ちでないと、委任状用紙が手元にないという方はですね、役員さんはお困りだと思いますからね、取り急ぎ、この委任状と委任状記載例を私どものホームページにアップをいたしました。